はい、おはようございます。タスミワインです。今日は2月の3日の、朝の6時37分です。今はもうロサンゼルス空港の中に入っていて、これからエアーカナダっていうフライトでモントリオールまで向かいます。モントリオールは1週間ぐらいです。今日着いて、来週の日曜日に出発、モントリオールを出てデトロイトに、出発するので、だいたい1週間ぐらいしかいないんですけど、午前中はね、また久しぶりにですけど英語の学校に、ね、ちょっと通って、あとはホームステイを1週間ぐらいで、1週間か、明日から土曜日の夜まで、夜というか土曜日までなんか1週間ぐらいですね、初めてするので、また違う体験ができたり、モントリオールもね、カナダも初めてなので違う経験ができると思います。ということで今日はね、ホテルまで移動すればいい日なので気をつけて行こうと思います。飛行機も5時間ぐらいは乗るので、休みながらね行こうと思います。こんな感じで内側に人はいっぱいいますね。ということで、とりあえずモントリオールまで行こうと思います。ロサンゼルスはいろんな経験ができてよかったです。初めてだったし、カリフォルニアもね、ロサンゼルスも、一休さんにはもう本当に5日間ぐらい毎日ね、ずっと送り迎えて一緒にいてくれたので感謝しかないです。ありがとうございます。改めて、ということでモントリオールまで移動しようと思います。はい、ということで今ですね、モントリオール、カナダのモントリオールに到着してホテルチェックインしたので、ちょっと街をね歩いてみようということで、外に出てきました。いや、今日っていうか今日の朝すぐ出ちゃったけど、昨日までねロサンゼルスに、いたんですけど、ロサンゼルスは暖かかったけど今マイナス4度です。もう信じられんぐらい寒い。雪も、道路はちゃんとしてますけど、歩道の端の方とか木が植わってるところとかはあれです、雪が積もってます。ちょっと街を歩いてご飯食べて、明日からはね、明日日曜日ですけど、ホームステイ先に迎えが来てくれる予定なので、迎えが来てくれるので、それで行くんですけど、いい寒い、急に冬になりましたね。ロサンゼルスは冬はっていうか夜は寒かったですけど、それでもパーカー着てれば大丈夫みたいなね感じだったんですけど、こっちはマイナス4度とかなんでね、さすがに寒いっすね。久しぶりなの、自分でカメラ撮りながら歩く感じ。明日はちょっとホームステイ先に行ってどういう、感じなのかとか、家の周りとかで、ね、よく分かってないので、もしかしたら短い動画になるかもしれないですね。今日も移動前と今撮ってる動画ぐらいしか回さないので短いですけど、いや、ホームステイね、当たり外れあるって聞くので、外れって言い方悪いですけど、あんまり良くないね、ホームステイ先だと。ひどいって聞くので、どうなるかはちょっとわかんないですが、明日から土曜日までですね、ホームステイですね。土曜日までっていうか、土曜日にはもう、ホテルにまた送ってもらえるのかな、
それの予定ですけど。で、日曜日にデトロイトに行くと。なので、まあ、カナダ自体には8日ぐらいしかいないですけど。午前中は、月曜日からね、金曜日までの午前中は、午前中っていうか11時ぐらいまでは英語のね学校が、まあ、短いですけど、毎日3時間ぐらいかなあるので、それに行ってきます。今いる街はまあ人は歩いてますけど、基本的には静かでいい街ですね。本当に良いです。どうしようかなっていう感じですけど、いい寒い。ホテルご飯食べてホテル帰ったらあれかな、荷物いろいろやったり、学校の近くでね、モントリオールのね、見て回れる場所とかマップにピン打っときたいですけど、まあ、ここでピザとかもね、一応食べれるのか。なるほど。いやでもカナダ寒いっすね。とりあえず、ね、ホテルから月曜日から行く学校の場所が歩いて10分ぐらいだったので、どんな感じの場所か下見に歩いてます。あと6分ぐらいで歩くらしいです。ちょこちょこアパレル系のお店だったり、もうなんかよくわかんないゲームセンターみたいな、ちょこちょこ店はありますね。面白い。公用語はフランス語ですね、モントリオールは。なので周りの喋ってる声とか看板とかはフランス語が多いです。まあもちろん英語もあれなので、まあ公用語はフランス語と英語ですかね、両方だと思いますね。しばらく歩くので、一回動画を撮って、また、多分撮ろうと思います。一回動画を撮ってます。月曜からの学校は、ここの、この建物らしいです。多分合ってますね。街中に急に現れる建物みたいな。ラーメンもありますね。まあとりあえずもう6時だし、なんかも減ったし、
ご飯をね、どうにかして探そうと思います。まあ、ホテル、カフェもこれついてる。どうなんだろう、まさらないし、まあ、ラーメンね、まあ、本当に料理に来て一番最初食うものはラーメンじゃないよ。まあ、ちょっとうろうろ歩いてみようと思います。はい、ということでホテルの近くにあったステーキハウスみたいな、ね、場所に来て、まあ、なんだかよくわかんないですけど、一応鶏のね、でも肉にしたんですけど、なんかすごいことになってますね。あとビールですね。店内はまあ軽くこんな感じです。ということで今日はもうこれを食べてホテル帰ってゆっくり休んで明日に備えようと思います。明日からまたね、ホームステイっていう環境が変わるので、まあ、ちょっとゆっくり休めるかも微妙なところなので、今日はゆっくり休もうと思います。ということで今日は食べてゆっくり休もうと思います。ということで今日もありがとうございました。今日は移動の日でしたね。ということでまた明日、明日はまあ話した通り移動 の, あのホームステイ先に、ね、移動で、その後どうなるか分かんないので予定は読めないですけど、まあ、撮れる朝とかも撮れるので動画を撮ろうと思います。ということで今日もありがとうございました。